C60 型はかつて日本国有鉄道に在籍したテンダー式蒸気機関車である C59 系の改造により制作された東海道本線、山陽本線などの幹線の電化に伴い C59 型は他の路線に転じることになったしかし C59 型は特攻専用のため軸重が大きすぎて他の路線には入ることができなかったため 受代車を1軸から2軸に変更して軸重を軽減し運用可能線区を拡大した。これを C60 型とした。受代車が2軸になったので軸配置はパシフィックからハドソンに変わっている。これによって若干経引力が落ちている他は性能的に C59 型とほぼ同等で配属線区では 従来の主力機 C57 型を代替して輸送力強化に寄与すると、共に老朽化した C51 型を直接あるいは間接的に淘汰した。1953年から1955年、1960年と1961年に国鉄浜松工場と郡山工場で47両が改造された。C59 の 戦前形を改造した39両には1から39の番号が、戦後形を改造した8両には、C60101 から108の番号が与えられている。改造に際しては、機関部と、炭水車間の中間連結機の改良や動力式化、格子動用装置の整備等も併施こされたが、自動球炭装置については、C61K、C62K の計画時より、 石炭の質が改善されていたため、取り付けは見送られた。本形式は、さらなる増備を予定していたが、動力近代化計画の進行状況や、C60 系自体の評判が、必ずしも良くなかったため、以後の増備はなかった。このほか本形式には、当初淡水車場に、容量2000リットルの重油タンクを搭載して、重油平年を行う計画があり、 C59 戦前型の改造車にはタンクの位置を記した形式図も存在し、実際にタンクを乗せた C69 の写真も存在する。C69 から17が重油平年の対象となり、淡水車形式も7から2から25、または7から2から 25A に改められたが、本格的に運用されることはなく、タンク等の重油平年用装備は短期間で、 撤去されたか、はじめから搭載されず配属された。東北本線、常磐線、大宇本線、鹿児島本線、長崎本線、佐世保線など、輸送量が比較的大きな反面、電化が遅れている線区で普通列車から特急列車、さらには荷物列車までの運用をこなしていた。東北本線、常磐線には1953年に竣工したし、 61から3を皮切りに、最終竣工期となった C6039 まで、47両中36両が、配属された。東北本線森岡以北の区間などでは、C61 型や D51 型とともに10連、または30連などで、旅客列車や荷物列車、及び特急、急行貨物列車を牽引した。また、青森機関区には、 1960年10月のダイヤ界政治に初めて本形式が配置され、老朽化が著しかった C51 型を淘汰した。大宇本線では1960年10月から運用が始まり、1960年代前半までは青森機関区に配置された一部の C61 等の共通運用で、急行、日本海などの秋田青森間の経引を担当し、 その後も1967年10月のダイヤ改正まで C61 との共通運用で秋田北の区間にて普通列車や荷物列車を牽引した。九州には1960から61年に C6023 を川切りに11両が配置され、さらに東北本線、常磐線の電化やディーゼル化で余剰になった8両が1963.68年に 転入し、鹿児島、長崎本線と佐世保線で運用された。優等列車では、長崎本線において、寝台特急、桜、暁を牽引した。また、鹿児島本線では、特急列車の牽引には充当されなかったものの、急行列車などの牽引を行った。さらに、鹿児島本線の文字博多間では1961年頃、軌動車化を目前にしていた。 特急、カモメを、所定の C59 型に代わって経営することもあった。東北地方で使用されていたグループは、1968年10月の、東北本線全線を含線電化完成により、退役し、保存用として、仙台市に管された C61 と、未電化だった鹿児島本線熊本以南に転用された、C6016 から18以外は、廃車。 解体された。九州で使用されていたグループも、1970年10月の、鹿児島本線前線連化で退役し、1971年までに、全廃された。なお、C68 は、青森機関区に所属していた1967年に、数ヶ月間鹿児島機関区に貸し渡され、シールドビーム副投をつけたまま、鹿児島本線南部で運用されていたが、 その転属、返却回送時には片道2000キロを超える青森、鹿児島間を往復し、関門トンネルを二度くぐった、けうな経歴がある。2一時試験入選した C5971 と、熊本機関区に一時貸し渡されていた C5931 のみまた、C6036 は C5939 であった1955年頃、頃広島区で、 固定式の明かり窓を、キャブ前方に新設、合わせてキャブ、側窓を下方へ、拡張を大型化されており、そのままの姿で C60 に改造された。1968年に引退した C61 は、国鉄から仙台市に移管され、翌1969年から青葉区の西公園に生態保存されている。保存のきっかけは、 1968年10月に東北線が全線電化されるのに伴い蒸気機関車が不要となることを知った滝浦正人がこの年の8月に国鉄東北支社に手紙を送ったことであった。1969年5月4日に日本国有鉄道仙台鉄道管理局長と仙台市長で車両貸借契約書が交わされ、 翌5日の引き渡し式後、西公園に運搬され、現在地に設置された。なおこの一連のストーリーと運搬の様子は、仙台放送のドキュメンタリー、走れ蒸気機関車にまとめられ、1969年5月25日に全国放送された。当初から、野ざらしのため塗装の劣化が進み、ナンバープレートなど、部品の盗難被害もあったが、 市民から補修を望む声が多く寄せられたため、2007年に始まった西公園の再整備事業に合わせて、2014年から東日本鉄道 OB 会の支援を受け車体外観の塗装と運転台内部の改修を行い、上部に屋根を設置する工事を開始、2016年に完成した。2018年10月13日から翌14日には特急。 初狩りの60周年を記念したヘッドマークを取り付けたイベントを仙台市内の蒸気機関車保存会メンバーが企画実施した。また2019年5月18日には東北福祉大学鉄道交流ステーション第36回企画展西公園 C601 物語が開催された。現在放送大学教授の滝浦氏と手紙を受け取って C601 を選定した、当時の国鉄東北支社車両課長、長倉徳之進氏の初対面、トークショーが行われた。本機は C、C59-27 からの改造機であり、煙室全面エプロンの形状や、大枠付き直線箱型10から25系炭水車を備えるなど、戦前型 C59 系の特徴を有する。幻想にし、形状を止める。 C60 型は、この C61 が唯一で、他は全て廃車後、解体処分された。ありがとうございます。